こんにちは、ラムコちゃんです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今から断捨離第2弾をやっていきたいと思います。次は、春夏ものですね。去年から取ってあるやつなんですけど、正直なところ全部把握してないので、今年残すか、売るか、捨てるかっていうのを今日もね、決めていきたいと思います。量がかなりあるので、どうだろう、この動画的にどのくらいのボリュームになるかわかんないんですけど、とりあえずね、じゃんじゃんやっていこうかなと思ってます。はい、ということでね、くしゃみ出る。これシーズンリーズンの去年の夏買ったワイドパンツ、レーヨンとナイロンですね。これは結構リラックスタイムっていうか、結構ね気に入ってたので、これは今年も着ます。めっちゃシワシワや。これ綿 100% やからね。このテラさんのボイルコットンのワンピ、去年これ気に入って2色買ったんです。確か一部店舗で再販みたいなの発売されてたと思うんですけど、去年これにシワシワすぎるけど2種類買って、すっごい着心地よかった。コットン、ボイルコットンで、すごい柔らかいコットンだから、真夏にキャミとワイドパンツと、で上にこれ羽織ったら結構ね良かったんですよ。私はでも紫もすごいいいんですけど、ベージュを結構ヘビロテしたかなね、やっぱり淡色女子的には。はい、ちょっとこれもアイロンかけますね。ちょっとひどすぎるわ。ひどすぎる。これは今年もね着ますね。よし、これもヘビロテじゃ。はい、次に、これディアフルプチプラーヤさんの、これ七分かな、馴染みがよくて、普段着にするにはなんかもったいないなと思って、ちょっとしか着てないんですけど、値下がりしてから買ったから、シーズンオフぐらいに買ったのかなと思うんですけど、色がすごい気に入ってるトップスです。これも着る。ローズファーム、島村のローズファームの、なんていうの、スカートだけど、買って履かなかったので売ります。売れるかな。はい、こちら星玲奈さんのデニムスカート、去年なんか人気商品だって、今年もグレーのやつが再販されてたけど、どうしようかなこれ。一応置いときます。これ履き心地よかったのでね、一応置いときますね。また恒例のミスチルの T シャツが出てきた。あ、これはフラワー、これいつやろう、かなり昔ですね。これポップザウルスの頃なんで、2001年ぐらいかな。これまとめて置いとかないといけないですね。なんとか祭とか創業祭とか誕生祭とかあるじゃないですか、島村の。多分その時に多分700円とかで売ってたシャツですね。でこれめっちゃ着たんですよ。ですごい合わせやすくてグレーで、これがめちゃくちゃ星玲奈さんの結構初期のスカート。うわ、すごいね、集合体。久しぶり見たらちょっと集合体怖いね、これ。なんかね、すごい欲しくてゲットしたんですけど、下が白っぽいと なんとなく合わせづらくて、しかもちょっとウエストこれ小さめだったんで、すごいきつかったんです。なのでこれも売ります。はい、処分します。これなんか値下げの時に買ったプチプラノヤさんのサロペです。これも処分します。はい、売ります。これは島村さんなんですけど、ツーピンクのセットで、キャミとこのインナーがセットで売ってたやつなんですけど、何しかこのキャミが夏に使い勝手がすごい良くてですね、でこればっかり使ってて、キャミの方は多分もう断捨離したんじゃないかなって思うんですけど、やっぱりこういうシンプルなトップスって出番が多くてですね、結構丈夫なんでね、今年も着ようかなと。どんどんやっていかないと。Thank you.
処分。はい、これ次はムムさんのカーディですね。え、これもこれとこれ着てない。なんかね、このカーディ安かったんですよ。なんか第1弾で買って第2弾で買ったみたいな感じだと思うんだけど、990円のカーディ。やっぱり黒はちょっとね毛が目立つので着なかったですね。こっちは着なかった。こっちは何回か着てると思います。使用感があるので。ちょっとこれはムムさんの安い回 の売り出しで、まあその安いから結構買っちゃったんですけど、やっぱ黒はねやっぱ厳しいかな。うちはねペット3匹いるから。あ、テラさんのちょっとパープル、くすみパープルの七分のやつですね。これも今ちょうどいいかな。ね、これも今着ます。今シーズン着てまた終わりにしようかなと思います。ちょうどいい。次が、この懐かしい、覚えてますか？プチプラのあやさんのビッグカラーだったかな。デカ襟のブラウスです。去年買いましたけど、やっぱり私黒はねあんま着ないんですよ、よく考えたらね。でこれも、出番が正直なかったので、こちらも売りに出します。綺麗に後でコロコロして。はい、これは一昨年のプチプラナヤさんの T シャツで、色味がすごく絶妙から、懐かしいです。よく一番近い島村にいるライバルちゃんに初めて会って、初めてこの争奪戦を経験した時の品物ですね。はい、まあ自分の体型がちょっと変わってしまったから、これはパジャマに下ろします。はい、あ、これね去年も欲しくて震えた大体スカート、はい、意外と合わせるのね難しかったんですよ。これなんか意外と大人っぽくて、どうしようかな。でも震えるほど欲しかったから一応置いとこうかな。こうやってどんどんね溜まっていくんですよ。でこれも一目惚れして買ったパンツですね。こうちょっと編み柄二重のなんかね、テラさんでもこういうスカート出てたんですけど、去年似たようなパンツ見つけて買ったんですけど、意外と私のコーデでは、なんか私の手持ちでは合わせにくくて、これもちょっと、売りたいと思います。これもね去年ね買ったんですけど、なんか着なかったですね。この淡い系のシャツ着ないと思うな。これは去年買って、寒い時に買ってシーズを待ってた感じ。はい、これ着たいです。あ、これヘルムだ。ヘルムたまにはこういうのいいですよね。あとはこれ星玲奈さんの、白のこのフリンジスカートですね。これは正直去年の夏ほとんど着なかったんですよ。なんかねやっぱり白のボトムスって なんとなく合わせにくかったのかな、と思うんですけど、今年はこれフラッシュブルーのこのジレ買ったじゃないですか。これとさ素材がなんかほとんど一緒に感じるから、これとセットアップで着ようかなって今思って、これはちょっと今年は着ようかなと思ってます。コーデのね幅をちょっとね広げたいですね。わかりました。ささっといきますね。星玲奈さんのラメ入りのトップス、去年の夏に買ったんですけど、ちょっと私には寒すぎて着れませんでした。冷房が結構スースー入ってくるのでちょっと苦手なタイプでしたね、生地的に。あと去年これも履いてない。去年プチアヤさんの買ったこの紫のパンツなんですけど、意外と紫のパンツって普段履かなくて、どう思いますか？ちょっと考えましょうね。綺麗な色なんで、これテラさん ほとんど最初に買ったテラさんのワンピなんですけど、こ
これがどうしても形が似合わなくて、この2着今ちょうどいいと思うんですけど、デニムのやつと緑のやつ、これがなんか使ってないんですよね。だからこれもね、売ろうかなと思います。ブックオフに、ブックオフスペシャルみたいな、なんだっけ、ちょっと気になってきた。ブックオフ、ブックオフスーパーバザールに持っていこうと思います。これもね、着るかなと思ってて、もう2年ぐらい経ってしまったので思い切って処分します。パパッとねやったんですけど、大まかにでもやっていくことで徐々にこう片付いてね、また土台がね整ってシマパと楽しめるんじゃないかなと思います。バッグ靴編っていうのもやりたいので、そちらの方もぜひ早めに作りたいと思います。今年に残すのはこんな感じです。はい、ということでまたね、バイバーイ。